い、じゃあ見ていきたいと思います。てか1年ぶりに呼ばれたよ。いや俺初めてなんですけど、何なんですかこれ。これマネホ先生だよ。カツくん知らないのかよ。ダメです。全然ダメです。このまずあれですね、西村選手呼んじゃダメです。絶対に、はい、できないです。多分彼が一番止めると思うんですけど。マネフォワード。知らないのかよ。進めないです。進めません。ずっとここ戻っちゃうから。やってたらここしか見れなくなっちゃうから。お前やお前らさ、今日マネホ先生第3回目来てるけど、すごく不安なんですけど。正解。僕いないんでしょうがないんですけど、あとね、注目したいのが上島さん、何もしてないです。上島さんが何もできないです。インテリぶってるんですけど彼、基本何もないです。不安やな。いやこれちょっと不安だね。盛り上がってたね。でも盛り上がったな、だいぶ、つかみはいいね。4人、あなんかちょっと面白そうなの始まるなみたいな感じはあるね。確かに。宮内くん1年ぶりということで、はい、久々に来ていただいて、ありがとうございます。すいません、お呼びいただき、いや全然いいんですけど、以前はい、来ていただいたこと、はい、覚えてますかね。すいません、覚えてません。覚えてないかい。次呼べません。宮内さん、はい、最近ご活躍ですけど、次なしです。今日は僕はさっきなんで不安かって言ったら、龍がいないんだよね。龍はいつも僕のサポート役で生徒なんだけど、すごくサポートしてくれる、はい、今日のメンバーこれ聞いた時に寂しい顔してますね。すごく多分こうたくん本当に不安だったと思うんですよ。どうしようってずっと言ってたんで、今日初めてのね、勝たくま、たくみも来ているということで、知ってもらいたいアプリ、まあそれがマネーフォワードミーです。どうぞ。これです。おー、マネーフォワードミーのこと知ってますか。どんなアプリでしょう。まあなんかお金系のアプリっていうのしか知らない。まあマネーって書いてあるから、ね、はい、うん、マネー、まあ、お金だろうね。はい、わかりますか。使ってます。使ってる、はい、お素晴らしい。使ってんの。アプリ使用者として、はい、今日は、うん、マネーフォワードの良さを前面に、はい、皆さんにお伝えできればなと思ってます。これは心強いな。いたんだね、使用者、はい、任せてください。全然知らなかった。そういうことね、はい、じゃあさ、どんなアプリか、7文字で答えれる。これリュウはね、前ね、はい、答えれたの。パッて資産分析アプリです。資産分析アプリ7文字。はい、さすが使用者、素晴らしい。ユーザーは違うね。あ、うん、まあ、これリュウも多分、まあまあまあです。まあまあです。はい、マネーフォワードミーとはこちらです。お金の見える化、銀行口座やクレジットカードと連携できる、 F マリノスポイントとも連携可能、無料でスタートできる、これがマネーフォワードミーの家計簿アプリになります。F マリノスポイントって何ですか先生。 F マリノスポイントです。いつまでたっても先生は勉強しないんですね。全然覚えてないんだよな。今日はみんなでお金の使い方について考えてもらいたいと思います。はい、今回は、F マリノスサポーターの皆さんに、選手たちがどんな風にお金を使っていそうかっていうアンケートをいただきましたので、その結果を家計簿グラフにしてみました。これはちょっとね、面白いと思います。先生、はい、何ですか。とってもいい企画ですね。はい、スルーします。すごい、はい、姿勢も良いし、はい、ではまず一人目の選手のイメージです。こちらです。はい、美容室 54.5%、 スキンケア 18.2%、 ファッション 13.6%、 趣味はインテリア 13.6%、 はい、ということで、これ誰の家計簿グラフだと思います。選手か。前田大然ではないし帯かな。これ誰の家計簿グラフだと思いますか。はい、はい、優等生だ。長戸選手です。長戸選手っぽい。なんで、はい、どういうところがですか。髪型が本当におしゃれですし、うんうん、肌もツルツルで
で服もおしゃれで、うん、なんかインテリアとかめっちゃなんかこだわってそう。インテリアこだわってめっちゃこだわってなんか順番に今言ってるだけだ。いやいやでも本当に完全に長戸選手。長戸選手僕もそう思います。正解は長戸選手です。これ自分かなと思った。まあ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 この中だったら、まあ、この中だったらもう一つあります。こちらは誰の家計簿グラフでしょう。サッカーに関すること 54.5%、使い方が分からず、いや分かった、いや分かった、 27.3%、 この中ですよね。価値が分からないもの 13.6%、 勝負パンツ 4.5%。 いや勝負パンツ、そんなにかかるお金、しかもこれはもうあの選手ですよね。さあ誰でしょう。もうこれもせーのでいいんじゃないですか。はい、せーの、たくま。はい、正解です。はい、ちょっと周りのサポート悪やります。悪やる。でもこれ見た時どう、自分かなと思った。いやもうしか思えなかった。しか思えない。パンツ問題にもこうなってますけど、今日はすいません。さあここからはみんながまだお金というものをしっかり理解できていないようなので、お金の使い方を話すにあたり重要な3つの要素について話をしていこうと思います。それがこちらです。消費、浪費、投資。宮市くん、この3つの違い分かりますか。すいません、わかんないです。学ぶ気ないです。早いし、足だけじゃないんですね、早いのでしょうね、はい、まずはこちらの家計簿グラフをご覧ください。こちらは架空の家計簿なんですが、消費 70%、まあ、これは食費、家賃、光熱費、交通費、普段の生活で使いますね。で浪費、お金に見合った価値を感じられなかったりなくても困らない、あの障害な、まあ、そういうものですね。投資 10%、 貯蓄、習い事とかスキルアップのために自分に投資していく、そういうものになってますけど、どうですか。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 全然先生怒ってます。先生怒ってる。こんな顔見たことないよ今まで。はい先生。はい先生。はいはいはい。サッカー漫画を購入するのは投資ですか、はい、浪費ですか、消費ですか。どうですかね、サッカー漫画ってサッカー選手にとってどう。まあ、僕たちのバイブルなんで、あ、まあ、投資ではあるんじゃないかな。そう、正解です。はい、先生、はい、ちゃんと歌うのに、はい、ボイトレに通うの、はい、これ投資になりますね。いやそれはボイトレ…でもボイトレに行って結局ちゃんと歌うときに1曲しか歌えないっていうのはボイトレになってないかも。なってないですか。いつも同じ曲をみんなの前で歌ってるんですか。、はい、宮市君、実は振られたらあの用意できてるんです。飛ばせますか。飛ばしちゃダメ。聞いた方がいい。聞いた方がいいか。飛ばしたいな。やる気が満ちてる時あんま好きじゃないんだよな。自然と出ちゃうのが好きなんだよな。一応、じゃあ、あのいつも歌ってる曲以外はどんなちゃんと歌えますか。どんな時でも俺たちがそばにいる。はい、OK でーす。もう長くなっちゃうから、はい、でもボイトレみたいな感じで一人でカラオケ行くこともね。低いな。低いよ。そうですね。あ、好きなんだよな。ちょっとあるな。一人カラオケしちゃおうかな。行っちゃおうかみたいな。行っちゃおうか。まあね、まあそれも投資ということで、サポーターも喜んでますね。しっかりさ、声が出るようになるよね。確かに。はい、先生、はい、実は宮市選手なんですが、はい、カラオケの自分の名前なんですけど、はい、宮野良一で転校。あ、さっき言ってた一人カラオケ行ってたやつ。一人カラオケ行ってたらしいんですけど、はい、お前宮野良一という名前で入ってましたね。過去の人物で行きました。それは事実ですか。事実です。なんでなんで意味が分かんないんだけど、恥ずかしいってことかな。家に買おうよじゃあ。投資でしょそれ。ちなみにみんながポジティブになるお金の使い方、たくまとかポジティブな使い方何。僕はトレーニングだったり、 あとは食事です。すごい、いきなり真面目。本当に豊かなんだよね。でもね、
でポジティブになります。そうだよね、それポジティブで。うまかったっすって言うけど、ホルモン煮込み食べてくださいっつってそれ俺も言われた焼肉屋だけど勧められたの焼肉じゃなかったんだよ、ホルモン煮込みが一番です。めっちゃうまかったっすいいお金の使い方ができました。あれ何言われてんの、どうしよう、どうしよう、どうしよう、わかんないよ、宇宙人じゃないもん何なんだこいつちなみにサポーターの皆さんに、ポジティブな気持ちになるお金の使い方をお聞きしました。それがこちらです。スタジアム観戦するとき、クラブのグッズを購入するとき、遠征するとき、スタグルを購入するとき、スポンサー企業の商品サービスを購入するとき、やっぱりスタジアムで観戦するときっていうのがサッカー選手としてどうですか、タグマ。嬉しい限りです。嬉しい限りですね。感謝です。クラブのグッズを購入するときって、まあ最近23番のユニフォーム増えてますけど、あ、どうですか。おかげさまで、はい、すごく嬉しいですね。ファンサービスのとき満面の笑みで、もう自然に出るもんですから。ああ素晴らしいです間違いなく、はい、もうスタジアムの雰囲気がもう本当に良くて、なんかユニフォーム着用率とかもすごいじゃないですか、マリノスって。あ、最新なんですよみんな。ああそういうことね、はい、昔のじゃない、今最新だし、いやもう本当に楽しいですね。楽しいね、はい、楽しい毎日をね、はい。まあ、そして中にはこんな方もいました。まあ、ここにメモがありますけど、自己満足ではありますが、宮市選手が怪我をしてしまった際に応援の気持ちを込めてユニフォームを購入しました。同じくマリノスサポーターである妻とも相談して、家計からユニフォーム代を出しましたが、後悔のない使い方でした。うわ、鳥肌立ちましたよ、ね、なんか本当にいい話。これは嬉しいね。嬉しい、もうありがとうございます頑張ります他にはこんな方もいらっしゃいました。気になるな。初めてユニフォームを買った当時はまだ学生で、趣味のものに1万円以上出すことがなかったので、めちゃくちゃ大きな買い物をした気持ちでした。その大切なユニフォームに選手本人からサインをもらい、途中別れもありましたが2020年にチームに帰ってきてくれました。買った時のドキドキした経験と現物の、品物が私のサポーター人生そのものになりました。これからもそのユニフォームとともに水沼選手を応援したいですありがとうございます。これ今僕初めて見たんですけど、途中から水沼のことかと思いました。めちゃ気に入って喜んでるじゃないですかめちゃくちゃ喜んじゃってるじゃないですか。僕に長い、結構長い。少ないバイト代からなんとか捻出してユニフォームを買う時です。その選手がピッチで躍動すれば嬉しいですし、スタジアムで応援する時だけでなく、面接や研究発表など重要なイベントの時にバッグに忍ばせたり下に着込んだりして自分を奮い立たせています。今シーズンは小池龍太選手の13番を購入させていただきましたが、間違っていなかったと確信しています。ユニフォーム1枚1枚に試合の思い出も自分の人生も出来事も詰まっているため、とてもポジティブですし重要なお金の使い方です。はい、泣けなかったんですけど、いや嬉しいですね。コウタ君の気持ちが分かりました。チームメイトの中で一番おごってもらっている人、まあ、吉尾じゃないですか。吉尾ね、あ、うん、吉尾、あの今名前出ましたけど吉尾選手、今回 の、 あのメンバー脱落についてすごい悲しんでます当然ですね、僕明言しましたもん、ね、脱落リーグなんです。脱落が面白くないからいや、やっぱりあれがダメだったかってね、はい、匠くんなんですかって言われたんだもん ね、 マネフォワードですかって言って、うん、あ、俺爪痕残せなかったからなってなんで今日頑張って爪痕残そうとしてる、はい、そういう理由でチェンジがあるって聞いたチェンジがある聞いてあえて次外しました、まあ、2人はいらないんでね、優等生枠は、はい、申し訳ないですけど脱落ですすいません。じゃあ次はもし叶うなら手に入れてみたい、やってみたいことは、まあ、でもそれこそ今日の昼話だけど、やっぱヨーロッパ旅行とかサッカー見に行くとかは、そうだね、まあ時期も時期だし、うん、やりたいなとは思います。そうだね、はい、よくも、でも、もし叶うならですよね、うん、もし叶うなら、はい、専用スタジアムとか作りたいです。ああ、わかるよ、やっぱスタジアムいいですよね。日産スタジアムもいいんですけどね、
僕日立大でやってたんですけど、専用スタジアムってちょっとわけが違うんですよね。そしてあの熱狂的なサポーターが一つに集まった時にどうなるのかっていうのを見てみたいですね。専用スタジアムとか作りたいです。宮地コスタ集まれってもうみんなでこうやってやってね。久しぶりにやりましたよ。久々に見たな。まあいろいろめちゃくちゃ喋ってきましたけど、本日の授業はこれにて終了です。早い。終わっちゃった。お金の使い方を考えてくれたら、まあ、それが一番嬉しいことなので、まあ、考えてもらえたのかなと思うので、よかったと思います。ありがとうございました。動画を見てくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わりました。意外と面白かったですね。ちょっと冒頭でも言ってたんですけど、本当大丈夫かなっていう形で、多分試合より疲れたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕もコタ君も助けられてたんだなっていう気持ちに今日慣れたっていうのはすごく、はい、やっぱ良かったかなと思います。こう目を閉じた時にやっぱ出てくるのは西村選手がやっぱりインパクトが強すぎて、マネーフォワードを知ってもらえたのかどうかがちょっとはい、心配ではあるんですけど、そうですね、彼を知ろうっていう企画になっちゃったかもしれないっていうところが、そうですね、思います。いやもう本当冗談抜きで、もう日本一のサポーターさんですし、マリノスのユニフォームを着てくれてるだけでもちろん嬉しいんですけど、やっぱその一緒に戦ってるとか、まあ、僕に例えば SNS で、買いましたとかそういうのを見ると、なんかもちろん中途半端なことはできない、より気持ちが上がりますし、試合後に勝った後その方が笑ってると、サッカー選手であってマリノスの選手として戦って勝てたことの喜びっていうのは本当何倍にもなるので、ぜひ13番買ってください。はい、そうですね、まあ特別な存在なので、これからも呼んでいただければ。そうですね、でもちょっと新しい形で面白かったんですけど、やっぱ現場にいるとまたちょっと違うので、撮影に一緒に次はぜひ行ければと思います。はい。